おはようございます。はいではよろ,いよろしくお願いします。まずじゃあえっ、ー、とお名前と年齢をお願いします。えっとオスカープロモーションから参りました奥野総19歳です。よろしくお願いします。 では、えー、このお仕事を始めたきっかけだったり役者になろうと思った理由とか教えてください、うんえっと、僕もともとクラシックバレエを、えー、と11年間ほどやってたんですけども、えー、そこで、えーまあ、簡単に言うとすごい挫折しまして辞めてしまったんですけどその時にずっとバレエをやってたもんですから。 自分が何がしたいかとか将来何したいかとか分からなくなった時に父親に相談しててでまあそのんていうかお茶の間の空気感でというか、うんまあ、芸能界どうだみたいな話をされた時に、うん、おできるよやってやるよみたいな,なんかこうちょっとお調子者的な感じで言ったのがそのままトントントンって進んでいっちゃってで「ジノンボーイコンテスト」っていうコンテストを受けるってなって。はい でそこがきっじゃあジュノンボーイーコンテスト,ーーテストを受けるにはあの過去の人たちで、歴代のジュノンボーイーコンテストを受けた人たちって何してるんだろうっていうのを気になって調べた時に、まあ、役者さんっていうのを知って、えー、うこう役者さんってテレビだったり舞台だったりうん何か何か、うん その感情人の感情だったり表現をするお仕事じゃないですか、うん、それってすごくあのクラシックバレエに似てるなって思ったんですよ、僕。うん、で、そこでなんというかこう興味が湧いてきたというかあなんか似てるな、ちょっとバレエと同じふうなというか何か表現することって僕、すごい好きだったのでうんちょっとやってみようかな、うん、みたいなのが一番最初のきっかけです。うん、あそうなんんです、ね、すいません長くて じゃあ、本当本格的にお芝居を始めたのはここ数年っていう、ね。そうですね。一年前とかになります。なんか憧れてる役者さんとかいますか。うーん。うーんまあ好きな役者さん。ね役者さん。安藤サクラさんですかね。<ー>なんかこうそれこそ百円の恋とか、うん、万引き家族とか。うん うんこうすごいナチュラルなお芝居をされるじゃないですかあれにもすごい引き込まれますしかといって何て言うか満腹だったりだとかではすごく何て言うかキャラクター性のあるお芝居というか、うん、うんちょっとオーバーなというかそれでいてナチュラルなみたいな,、うん、なんかその演じ分けができる役者さんってすごい素敵だなと思うので、うん、好きです。 今日あのこの後お芝居していただきますけど、はい、今日のお芝居はどんなふうにあの練習してきましたえっとあの僕「仮面ライダー」っていう作品をずっとやってたんですけどそこで一緒だったあの押田楽っていうのが今回同じに出るっていう、まあ、第一グループとして別のグループとして出るっていうのを知ってたんであのちょっと連絡して。 あの芝居合わせしないみたいなことを言って公演で二人で公演ではい <laughs> まあチャンして <laughs> 練習してきたやってました、うん、そうね二人ともジオーにねあそうですなるほどお芝居するときに大事にしていることは何ですかうんなんかこれも僕うん何が正解でとかどれが一番いいとかそういうのすごくうんまあ 何が正しいっていうのは分からないんですけど僕がすごくいつも思っているっていうのであれば、えー、っとなんかこうお芝居って生ものだからその現場で生まれるものを大切にしろってあの生瀬勝久さんに、はい、あのアドバイスみたいなものをいただいたのをきっかけにあ作り込んで,自分の中で 作り込んだものを出すのがお芝居じゃないんだっていうのを何かこう改めてというか、えー、分かったので <laughs> なんかそれはすごくいつも心に置いてお芝居してててるかなって思っ思ます今日の「これからやお芝居」の中の主人公の智くんは割と奥手な感じの男の子ですけどご自身の性格はどうですか うん、なんていうかどっちも <laughs> その彼女の、うん、なんていうかちょっと自分勝手な感じ、えー、もう僕にはあると思ってますしこうそれこそ悟るのをちょっと奥手な感じ恋愛に対して奥手な感じというかっていうのも持っていると思うしなんかこうどっちとも取れないなっていうのが。 自分の中ではあります割と近いキャラクターですかじゃあどちらかというとそうですねどちらかというと近いいキャラクターだと思います、うん、では一問一答で <laughs>、はい、ここぞという時に聞く音楽何かありますかウルフルズさんの「とにかく笑えれば笑えば笑えればか笑えれば」はすごく。元気が出る 何ていうかすごい大丈夫だよって励まされてる気持ちになるというか、うん、ちょっとなんか落ち込んだ時とかは聞きますね。<laughs> はい、座右の銘あったら教えてください、えっとこれ僕ホームページであの座右の銘を書く欄があって、うん、公式ホームページに事務所のそこで「負けは口にしない」 っていう言葉を一番最初、えー、約二年前ぐらいですかね、えー、ポンって出したんですけど、ちょっと最近考え方が変わりまして、<laughs> <laughs> 書いてることとは違うんですけど、んこう何でも何事も楽しんで全力でっていうのが今の座右の銘です。<laughs> はい、わかりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。 では一旦ちょっとお楽にお待ちください。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ではやってみましょう。はい。では行きます。はい。よーい。 サトルっていつも私と同じもの頼むよねああそうかなよくないと思うそうやってすぐ人に合わせるの、うん、いや本当にやってるなその髪型かっこいい、うん、ロングも良かったんだけど俺短い方が好きかも可愛くないって言った可愛くないなんて言ってないよ なんかこうデザイアっぽいん何それデザイア知らない中森明なあんまりそっか教えてくれないんだえああえー、っとねうーん80年代の歌謡曲でいいのかなあれはえー、でも多分聞いたら知ってるって最初に言わないえ 彼女が髪切ったら、会った瞬間言うでしょ、普通。ああいや、だいぶバッサリ切ったから驚いてさ。失恋した。え失恋したから切った。どういう意味別れる。えいや、ちょっと待って <laughs> 思いっきり振られたな。びっくりした。なんでいいの追いかけないの。いいよ、別に。すみません。ジンジエールください。僕もジンジエールで。悟って、いつも同じの頼むよね。ふふ <laughs> <laughs> ずっと聞いてたのかよ。髪型失敗したのやつ当たりされてもな。なんだよ、あの、おかっぱ。<laughs> ヘルメットこれ。いや。<laughs> まあ、早めに別れられてよかったんじゃない 前に愚痴ってたじゃん趣味が合わないって、うん、まあ向こうは流行り物好きのアウトドア派でこっちは古いもの好きのインドア派だからえキャンプ連れて行かれたって言ってたよなあなんかトレンドなんだって人に合わせるなとか言って自分は流行に乗っかるんだ <laughs> 本当だよ <laughs> いやしかもさあれキャンプ道具集めたの俺なんだよテント張ったり火を起こしたりも全部やらされてあまあ 夜はきれいな星空見れたけどでもあいつ寝ちゃうんだよそれすっごい幸せそうな寝顔でさなんか自分から言い出したくせにってパターン多いんだよねそうだ福袋正月のやつもあれもさどうしてもって言うから一緒に行ったのにすぐ人が多いからっていう不機嫌になってそうだっ あん時気に入ったセーター伸びちゃったんだよはぐれるの嫌だからってすそぎゅって掴んでくるからさへえっていうかさ別に無理に合わせてたわけじゃないんだよそんな喜んでほしいからじゃんそれはなんだよ聞いていい何まだ好きだろ 好きに決まってんじゃん。<laughs> あえて、ちょっとわがままで、自分勝手なところも、マイペースで、すぐ俺に甘えてくるところとかも、全部好きだよあとお前あの髪型、お前笑ってたけどあれ可愛いだろめちゃくちゃ好きだよでどうすんの いってくる。はい、カット。はい。い。<laughs> うーん、なんというか、こう。 僕オーディションでもすごく緊張する方なんですけどそれがなんかこうさらに上回った緊張というかなんかこう緊張に緊張が重なってすごいあの自分の中で必死にやってたんですけどなんかこう新たなというか新しいお芝居の形みたいなものを今日経験させていただいたのですごく楽しかったっていうのとうーんまたやりたいなっていうのは <laughs> まあなんかリベンジじゃないですけど。 また、えー、こういった、えー、なんていうか企画というかそういうのに挑戦したいなというふうには思いましたありがとうございました <music>